イヌイット軍とは、土星の外部衛星のうち、軌道傾斜角が比較的大きく、軌道離心率が比較的小さな巡航軌道を取るグループである。イヌイット軍の衛星のアニメーションキビウクイジラク、パーリアク・シャルナクとアルクエク2018年現在、このグループに属する天体は7個発見されている。これらのうち、シャルナクは、 推定直径が4 0トルであり、イヌイット軍の衛星の中では最大である。イヌイット軍の衛星の固有名は、国際天文学連合の命名委員会で、イヌイット神話の神、巨人、怪人などから命名されている。このうち、イジラクとパーリ役は、マイケル・アーバル・ルーク・クサガックが表したイヌイットに関する物語の登場人物の名前が由来となっている。 土星の不規則衛星の軌道要素を示した図。横軸は軌道長半径、縦軸は軌道傾斜角である。黄色の線は金土点から円土点までを表しており、軌道離心率の大きさに対応している。イヌイット群の衛星は図の上の方に固まっているのがわかる。初期の観測では、イヌイット群の衛星はどれも一様に淡い赤色の表面を持ち、色指数では B。 v イコール0.79 v r イコール0.51程度とガリア群と同程度だと考えられていた。また赤外線でのスペクトルもどれも似ているとされた。しかし最近の観測では維持クはパーリアク、シャルナク、キビウクよりも明確に赤い色を示すことが明らかになった。維持クのスペクトルに見られる特徴は土星の不規則衛星に見られるものよりは 太陽系外縁天体に見られるものに類似している。さらに、パーリアク、シャルナク、キビウクのスペクトルは0.7メートル付近に、水あえ物の存在を示唆する、弱い吸収が見られるのに対し、イジラクではその特徴が見られないこともわかっている。イジラクを除いた、イヌイット群のスペクトルの一様性からは、これらの衛星は共通の起源を持ち、単一の天体が破壊された破片である。 可能性が示唆される。しかし単一の天体起源だとすると、現在の軌道要素はバラつきが大きいため、これを説明する何らかの機構が必要である。近年では、イヌイット軍の衛星は永年共鳴を起こしているものがあると報告されており、これによって衝突破壊後の破片の軌道要素が現在の値まで進化した可能性がある。また、厳くと、イジラクは、 古材共鳴の状態にあると考えられている。そのため、軌道理心率が上昇する間は、軌道傾斜角が減少する、あるいはその逆の変化を周期的に行っている。ありがとうございます。